まだ気づいてねえな。もう行ってやる。こちらは桐崎映像です。4月の27日に親父が家出したんですけど、5月の1日令和になった瞬間に帰ってきました。けど一度も会ってなくて喋ってません。お互い避けてるのか、まあ親父の部屋が1階にあるんですけど、1階に1回も行ってなくて、その部屋に浮気っていうか不倫してないのかすごい不安で、お母さんがかわいそうで、親父に本当のこと聞きたいんですけど、今直接親父に問い詰めても無駄なので、どうせ嘘つくの分かってるし、男友達といつも遊んでんだーで終わると思うし、今回言い訳できない状況を作りたいと思います。本当ドキドキです。皆さんも気になってると思います。九州なんで行ったのかとか、親父は毎週日曜日の夜9時ぐらいになったら夜どっか車で出かけるんすよ。一回出かけたら深夜まで帰ってこないの。その本当の理由が知りたいので、皆さんも知りたいと思う親父の車を今日追跡したいと思います。結果がどうにすよ、なんかちょっとドキドキで面白そうなんで。今5月の5日の日曜日の8時31分です。みんな思ってるのが、どうせすぐにまた見失うでしょって思ってるでしょ。ただ俺はある方法を見つけました。俺と親父って Apple ID が共通なんすよ。一緒なの使ってるの。 Apple ID って作るの難しいじゃないですか。親父が iPhone 持ち始めた時に俺が作るのめんどくさかったんで、自分の Apple ID を昔から使ってるやつを使ってログインさせてあったんすよ。このアプリ知ってます？ iPhone を探す。これでどこに入れるか見れるんすよ、親父の携帯が。すいません、本名映ってます。これ親父の携帯です。ちょっと町内の諸事情で見せられないんですけど、モザイクで。ここ親父今家にいます。俺と一緒の場所にいます。見失ってもこれでどこにいるか完全にわかるんで、どこまでも追跡できます。今日親父が出かけたらバレないように追いかけます。ちょっと今どうだろう。ガラスが割れたトイレです。ここで親父が出たのを確認したらもう向かいます。これ親父の車です。今すぐに追いかけ、やべ、着いた。今すぐに追いかけたらバレるんで、 iPhone を探すで追跡します。どこに行くのかお前全部探り当てである。しかも昼間車の掃除もしてたんで、多分絶対誰か乗せるんですよ。親父まだ信号のとこいますね。このまま近づいたらバレるんで、まだちょっと隠れながら行きます。来ました、行きます。バレないように行きます。法定速度も守ってます。 iPhone を探すがあるんで、最悪もう見失っても何とでもなります。もう完全にだいぶ先行きましたね。なんで iPhone を探そうを使います。あ、やば、これ親父の車や、オデッセイや。まあでも多分バレないと思います。ハリアなんていっぱいあるんでね、このように。ちなみにこんな風に iPhone を探そう設置してあるんで、絶対に見失うことはないし、あとこれ追いかけても多分バレません。まさか自分が追跡されてるとは絶対思わないと思います。さて、どこへ行くんだあいつは。金沢か、松戸か、それとも小松か。あ、とりあえず金沢の方行きましたね。とりあえずこれ隣着いたらバレるんで車線変更します。今俺が後方にいることを気づかずに、こいつは誰と吸ったもんだをするんだろう。ははははうわ、車線変更しやがった。どういうこと、気づいた。なんか逃げてない、ちょっと。俺から逃げれると思うな。お前の位置は全て特定している。お前は自分の携帯が GPS になってるとも知らずに。それでな、もしもホテルの中とか行って GPS がホテルのところに点ついてたら、俺は笑うぜ。今親父車線変更しまくって、もうどっか行きました。ただ、こんな風な感じで、全部 GPS に映ってるんですよ。だから見失うことはない、何回も言いますが。だから今回は完全に成功できます。iPhone を探すによると、親父はまだこの8号線の広い大通りを通ってます。俺と一緒な道。多分1km、2km 先ぐらいにいます。だいぶちょっとなんか追い越して行ってますね。そんな急ぐ必要があるのか。約束の時間に遅れるのかな、女の人との。もしそうだった場合、俺はこれを完全に晒します、動画を。この GPS が反応してるってことは、親父は常に位置情報をオンにしてるってことですよね。アホだな、あいつ。位置情報をオフにしとけば、こうやって追跡されなかったのに。うわ、ここはラブホ街です。ただ親父はまだラブホの方には行ってないんで、でもゴールデンウィークなんで、本当に男の友達、高校の時の友達が石川帰ってきてで遊ぶっていう場合もあるんで、それだったらこの企画は失敗です。今年21の代なのに、こうやって親父を追跡するなんて思いませんでした。親父のやつ、西金沢付近に行きました。やっぱ金沢の女だな。金沢で誰かと落ち合うつもりです。ありえんわ、マジで。いい年した20歳がさ、ゴールデンウィークの日に親父を追跡しないといけないんだよ。俺だって女の子たちとデートしたいよ。例えば、その富山のチューリップ畑とか行ったりとか、もう俺高畑亮だけど、だからいつねに花畑にいるんだよ。
実は人を車で追跡するのは2回目なんですよ。宇田先輩わかります？あの人1回俺クリスマスに追跡したことあって、なんと何やってたと思います？人から、あとすき家一人で食ったりもう親父もそんなオチだったら面白いんですけど、女と会ってたらもうシャレになりませんよ。さあどっち行く？左行った、左行った。金沢方面決定です。都会の女行きました。いやー、何してんだ、何してんだよお前は。ちょっと待って、親父さ、ラウンド1の方入ってった。スポーツすんの？友達と運動？ありえんな。いや、俺はベッドの上で運動会だと思うけどね。車が全然ない。多分ここら辺にいると思うんだけど、場所は一緒なんですよ。待って、これじゃない？これだよね。これオデッセイだよね。ちょっと待って、バレる。くそ、普通にバレるわ。ちょっと待って、逃げる。ちょっと一回駐車します。音でかい、あいつ。しかもドア開いてるし。真音さんの曲流れてるやん、ベマソロ。俺の車って絶対バレてねえよな。どうしまった。待て、ちょっと待って、動いてた。あいつどこ行くの？うるさい、LINE うるさい。待って、どこ行くの、あいつ。待って、こんな時にお母さんから電話来たんだけど、お母さんから。ちょっと待って。どこに行くつもりなんだ、あいつマジで。待って、こっからノーカット。ここにいます、多分。ここに、あれです。まだ気づいてねえな、行ってやる。おい、なんでおんのお前。お前何しとらん。は？何しとらんお前。てか、なんでいるのここにお前。びっくりした。びっくりしたじゃねえ、人間で。なあ、お前なんでここに何やっとらん。つうかお前、よくわかったな、俺の居場所。こそこそつけてくれ。それ誰じゃよ。しょいな、お前。意味わからんわ。誰ですか？は？誰？なんでこんなこと言わないかんの？いや、言わなあかんねんじゃねえ。誰？なんでや？なんでこんなこそこそ、この毎週日曜になったらおらんくらね。言いたくない。どういうこと？言いたくない。とんなって、カメラじゃんこれ。また YouTube が。そうやって。食ったらねえな、お前。あんたちょっとなんか変な動画スイッチ入れてるやろ。けど、ちょ、これガチやからな。何を？ガチやって。わかったって。携帯持っとったらどうやって。いや、そんなどうでもいいねん。あんたが一体何のためにここにおるかよ。何のために。なんでこんな裏路地でいちいちお前女の人と会わんなんねん。じゃあねえな、もうむぜえ、もう長い。会社の書類を渡そうと思っとったんや。どれ。これいいや、これ。何の書類これ。仕事の見積もりや。本当かい。や、本当ってね、はい、でも会社の人とったん今。だ、会社の人って俺自営やろ。ああ、で、お客さんなわけよ。で、まあこの場所はちょっとあれやけど、渡そうとしとっただけ。本当に？本当にって言うことですよね。じゃあこれお母さんに言うよ。言っていいよ。その場でしのいどるだけやろ、あんた。またこれふっかける、これ。これ良くないって、あんまり。そう、また炎上すっち。シンって。いいけど俺。じゃあここで、じゃあ証明して、全てを。何を？全てを証明して誤解を解いて。じゃあどうやったら誤解解ける？だから本当のこと言えばいいんや。いや、本当ですよね。会社の人じゃなくて、俺は会社じゃなくてお客さんなわけよ。取引先の人みたいな。そうそれの事務なさってる方で、見積もり書が入ってるわけよ、これね。うんうん、それを渡したわけよ。ただ多分毎週日曜日消えとるのはなんな。それ。あ、そういうこと。うん、毎週渡さないってこと。渡さない。毎週仕事もらってるからね、逆にね。どう考えない。神に誓って言えるか。言えるね。はい。じゃあ真琴さんに誓って言えるか。真琴さんに誓って言えますよ。本当に？本当、言ったな。マジで。この目マジやな。マジです。すいませんね。これ動画出しても大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですか？あ、顔とか。あ、顔じゃないです。顔じゃなく、顔隠して。あ、全然いいですよ。服だけはいいんじゃない？こんな感じで。じゃあ本当動画出していいんやな、これ一応。いいよ。これリスナーにも証明になるからな。いいよ。いいやんな。会社の人やもんね。会社の人っていうか、会社っていうか、あのお客さんなんで。じゃあ許可取りましたよ。うん、じゃあこれ載せますね。はい、どうぞ。あ、逆に載せてほしい。ありがとうございました。ついでに帰ります、このまま。よし。
あ、オッケー。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図破り捨てて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパスになるから。今を越え僕らは走る。ごめん。何がいいね。どんだけ心配したと思っとる。うん、ほんとごめん。一人でな、旅行ってほんとすまなかった。ほんとにごめん。ほんとすまなかった。反省しとる。ほんで、これ、少ないけど、お土産やし。うん。お母さんどう？ほんとすまなかった。まあでも、社会でマンクいかんくなって、嫌になることもあるから、たまに旅に出ればいいよ。そうや。でも、やっぱりちゃんと、私と喧嘩しとったわけじゃないねんから、やっぱそれはちゃんとこうなったからごめん今から旅行行くしってちゃんと事前に言わんなんじゃないの。そうや。じいちゃんと喧嘩したから、そうそう、ごめん今ちょっと頭冷やしたいから旅行行くって言われたら全然行けばいいよ。そうそうそう、ちょっと勝手な行動があったな。そう、俺の勝手な行動、自己中心的な行動するな。そう、家族を持っとるんやから、うん、やっぱ一言、やっぱ心配かけたらダメやろ。で追跡した結果、うん、親父は会社の人の女の人と会っとった。え、浮気？違う、普通に仕事、書類を渡しとっただけ。そんなんどうでもいいよ、別に。自分で言うのもなんやけど、根は真面目やからな。本当かよ。真面目やよ。でも、真面目やな。真面目やな。うん。ママは信じとるもん、パパのこと。二十何年も一緒におって。俺の黒歴史とか知ったやろ、うん、俺の。昔の。何それ。俺の20代の。何20代って何？あの、遊びまくって。やつ。違う。それ出すなよ、絶対。おい、また調子になっとる。な、しとらんって。だから、20代の、だから、遊びに行ったっていう。そう、リスナーはみんな知っとるんで、切り替えは。絶対出したらダメよ。ほんと。りょう、りょう、また言うこと聞か。ここ、ピー入れるから。ピー入れたら終わるやん。だからそれ、また燃えるぞ。ピー、またピー入れたから、ここ。じゃあ、あんたまたふざけてもダメねんって。じゃあ、これはピー入れるから大丈夫。言ったし、甘いね。なんで、だから、俺の黒歴史を知っとるから余計心配になれんって。今の話聞いたらちょっと不安になってきた。これ、ピー入れた部分の、うん。仲直りの短期引きいきまーす。短期引き、短期引き、キラキラキラそら会社クビになるわ。疲れた会社、そら仕事クビになるわ。